日本北海道札幌市西区24県24県は北海道札幌市西区にある地名へ、道区内の東端に位置する。札幌市中央を売市場に近いため、食品加工場や水産加工場が多い。1871年、東本願寺は新潟県から現在の山花地区に40個を招き入植させた。その他の移住者と合わせて50個のこの集落は、 その年の江戸にちなんで、ヒツジ羊一の村と呼ばれた。ところが、同年のうちに山花の市街化を計画する開拓士の移行によって、50個164名の住人たちは別の場所へ再移住することとなった。彼らは小集団に分散し、縁山に向かった一杯以外は個数をもって新しく入植した土地の名前とした。彼らはことに村の基礎を作り、 その後に建設されたことにとんで平村と共に地域を発展させていった。札幌市人口統計。札幌市2017年3月20日閲覧。総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム化番号企画室。市外局番の一覧。総務省 P12016 年5月4日閲覧。 札幌市二宿公式ホームページ地区別の歴史、片岡2012第二章札幌の町名中央区、札幌地名校ハット a b 第二章札幌の町名二宿、札幌地名校、ありがとうございます。